今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まずはタイガースの先発才木が甲子園のマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。あーっと、デッドボールだ。当たってしまいました。バッターは2番に入っている坂本。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。まあここは当然警戒してましたからね。次が2球目、打ちました。高いバウンド、セカンド取った。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番丸。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー才木、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線引っ張った。ライトの前落ちる。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。マルテが掴んで3アウトです。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というと、近本が打席に入ります。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをタイガース打線がどう打ち崩していく。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは木浪。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。2球目打ちました。ヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。クリーンナップが登場します。バッター糸井、ヒットでランナーを一塁に置いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけ、打ちました。これはどうか。センターに抜けました。タイガースチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには大山が入ります。さあ、先制の打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは DH 阿部。初球打ち、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウト。バッターは6番ゲレーロ。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている大城。ワンアウトランナー一塁です。初球は打ち、膝下厳しいボールですね。インコース詰まりました。梅野が掴んでツーアウト。打席には8番バッター田中。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。スライダー決まりました。ノーボールツーストライク。インサイド、左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。
高山が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、2回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスには指名打者の福留。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。引っ張った、さあどうだ、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね、まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。打った、これはどうだ、センターへ抜ける。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。しっかりつなげましたね。ええー。まあそして彼はチャンスに強いバッターなの。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制。しかし入った、ホームラン。先制のスリーランホームランです。タイガース卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。3対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、手応えあったんじゃないですかね。先制のアーチがここで飛び出しました。打順は8番高山。タイガースホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分打ちました。これも行ったか、ライトが追いかける。ぐんぐん打球、ライト見送った。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。ここ一番の集中力が光ります。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。さあ初球は何か、初球ボール。この球は外れています。ボール先行です。引っ張った、ヒットになりました。これで5連打ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はセンターフライに倒れ、インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。これで6連打、ノーアウトランナー。バッターは2番木浪。タイガースこの回4点を入れています。さあ先制に成功、なおもリードを広げるチャンスです。いやー、西さん、やはり先ほどのホームランが効いてますかね。そうですね、あのホームランがこの勢いにつながっているでしょうね。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前の、バッターは3番糸井。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ引っ張った、これはどう、ファーストの左抜けました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、6対0になりました。タイガースなおも二塁一塁のチャンスです。打席には4番バッター大山。先ほどの打席は先制のチャンスだったんです。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフト見送った。スリーランホームランが出ました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。初球でした。しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース9対0。ここ一番の集中力が光ります。ここは当然という交代でしょうか。バッターは今日 DH に入っている福留。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、打線は打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで満、初球は何で来るか、初球ボール球です。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。
高め打ちました。取ってワンアウトです。打席には7番バッター梅野。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや最初球打ちワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点。バッターボックスは8番高山。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイス初球打ち。この当たりはどうか。ライン際破りました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターボックスは9番糸原。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。真ん中打ちました。これはどうか。ライトライナー掴んでこれで2アウトです。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになって打ちました。田中一塁送球します。一塁アウト。3アウトです。3回の表追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは9番に入っている住谷。タイガース大きく点差をつけて序盤3回を迎えています。打ちました。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターまず何を投げてくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インサイド落ちました。セカンドの左抜ける。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。1点返しました。ジャイ打席には2番バッター坂本。まあここは点差もあるんで失点よりもアウトを増やすことを考えればいいですよね。はい。さあ打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。打順は3番丸。まあタイガースとしては気を抜かずしっかり抑えないといけませんね。はい。さあここはしっかり守りたい。見送ってボール。ここは決まりました。見逃し三振です。これで2アウト。打順は4番岡本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナー2塁です。これは内へ外れます。落としてきた。落ちる球で空振りを奪います。さあバッター追い込まれています。空振り。ここはランナーを返させません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこれから3回の裏タイガースの攻撃。2番バッター木浪。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。打ちました。取った。2塁は無理。1塁送球。アウト。ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスは4番大山。まあ序盤でここまで点差が開きましたけどまだ何があるかわからないんで手を緩めずに打ってほしいですね。さあ序盤から大きなインサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファールボールです。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。追い込まれてからの変化球しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。バッターは DH 福留。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。一二塁間内野を抜けていきます。これで3打数3安打の猛初球打ち。弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。打順は7番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバ打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。
白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張った打球スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース15対1、見事な一発が飛び出しました。8番バッター高山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッター。1・2塁間田中取ってアウト、スーパープレイ。しかしこの回タイガース4回に入っていきます。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは今日 DH に入っている阿部。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが触れてると思いますよ。そうですね。タイガース大きく点差をつけて、いい当たり、これは大きい、伸びていく、積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。打順は6番ゲレーロ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ツーアウトです。バッターボックスには7番大城、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。三遊間、木浪掴んでツーアウトランナー一塁。バッターボックスは8番田中、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。ファールゾーン追いつくかどうだ。マルテが抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。15対1、タイガース。これから4回の裏、西さん、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいですね。もちろんですね、先に、ね、点を取ってこういった試合展開にするというのは、非常に理想的ですよ。そうですよね。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。初球は何から入ってくるか。初球ストライク、送ります。沢村一塁へ、アウト、ワンアウトです。送りバントせ、初球時打球はライトへ、サードランナータッチアップ、タッチアップしません。打席には3番バッター糸井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターボックスには4番大山、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。打ちました。坂本一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。5回に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックス炭谷。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。タイガース大きく点差をつけて5回を迎えています。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター亀井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。才木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。見逃し三振、これで2アウト。2番バッター坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。アウトコースストレートが決まっています。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボール2ストライクです。体に近いところ、打ち上げました。伸びていく、ここはフライになっています。変化球を打っていきましたが最後はセンターフライ。
西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや本当にね、理想的に打線がつながってます。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでいいよ。打ちました。これはどうか。三遊間抜ける。三塁へ送球。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。7番バッター梅野、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。引っ張った。ヒットになった。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース。バッターボックス高山。バントしました。取りました。三塁アウト。送りバントは失敗です。バッターは9番糸原。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしい。初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点。打順はトップに帰って近本。まずは見送ります。ワンボール。低め、これは外れた。これはどうだ。ピッチャーが取る。一塁送球。アウト、ツーアウト。バッターボックスは2番木浪。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った。右中間に強い打球。さあどうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バッターボックスには3番糸井。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしここまでのハイライトです。1回の裏ランナー2人を置いて、しかしここはゲッツー。先制とはなりません。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよ。この打球はファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされて、アウトコース、空振りです。膝元への変化球、ノーボールツーストライク。打った。取りました。スリーアウトチェンジ。この回6回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。大山がバッターボックスに入ります。今日は2本のホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打。さあまず1球目、真ん中打ちました。これはどうだ。セカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点。バッターボックスには6番マルテ。先ほどの打席でヒットを放っています。打った。レフトに強い打球、伸びていく。どうだどうだ。レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウト。
さてバッターボックスの梅野、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、バックする、入った、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。低めでしたが強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。ジャイアンツピッチャーが打席には1番バッター高山。タイガースホームランで得点を挙げています。これはセカンド田中取って、ワンアウトです。打席には9番バッター糸原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。これも初球打ち、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はスクイーズし引っ張った。これはどうか、一二塁間を破る、バックホームする、これでマルチヒット。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。打ちました、飛びついて掴んだ、一塁送球アウト、スーパープレイ、タイガース1点追加。3番バッター糸井、タイガース内野ゴロの間にランナーはホームまで帰ってきました。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。7回の表追いかけるジャイアンツの攻撃、6番バッターゲレーロ、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。ワンアウト、バッターボックスは7番大城。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。はい、才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。低めの球、あっという間に2ストライクです。インローボール、打ちました、これは浅いフライ、ライン際に打球が飛んでいる、一塁線ライン際フェアになりました。これでマルチヒット、アウトコース決まってストライク。2球目は何で来るか、スライダーできました。ノーボールツーストライクです。空振り三振、ツーアウトになりました。打順は9番住谷、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。5球目は何で来るか、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。タイガース大量リードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか？やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど。これはショート坂本掴んで、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の福留、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。打った、抜けていきます。これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番マルテ、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、これはどう、センターへ抜ける、これで3打席連続のヒット、これが1球目。打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。
白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りましたタイガース。ここ一番の集中力が光ります。打順は8番高山。タイガースホームランで得点を挙げています。打った、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは9番糸原。先ほどの打席でセンターへ引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトライナー掴んでこれで2アウトです。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガースバントしました。田口1塁へ、1塁アウト、3アウトです。しかしこの回8回の表ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは亀井。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね、はい、タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の藤川。初球ストライク、これはこれはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス坂本、今日はまだ当たりがありません。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。この打球はフライになっています。高く上がりました。3球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスは3番丸。先ほど打ち上げた、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。8回の裏タイガースの攻撃、打順は2番木浪。先ほどの打席で打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。抜けていきます。これが今日5本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス糸井。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。4番バッター大山、今日は2本のホームランを放っています。ワンアウトになっています。緩いボール決まりました。ボールになります。真ん中決まった、ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは DH 福留。今日はここまでなんと6安打のアウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて一塁送球、一塁アウトで3アウト。9回の表、西さん大差をつけて9回を迎えています。ベンチとしてはもう安心して見ていられるでしょうね。まあ当然ベンチもね、ここまで。これから9回ジャイアンツの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。岩崎が3番手としてマウンドに上がります。初球打ち、これはどうか、ボールを拾って、これはピッチャーのエラーです。先頭バッターを出してしまいます。バッターボックスには指名打者の阿部。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。エラーでランナーが出ています。2球目も見送っています。これが3球目、引っ張ったマルテ、セカンド送球、2塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスゲレーロ、今日はまだ当たりがありません。ジ
ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。詰まりながらもレフトへ。ここは打ち上げています。上がりすぎました。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。